こんにちは、ワンダリングルフィッシュです。第7章戦国無双真田丸、続きをプレイしていきたいと思います。今回は天正神護の乱の部分になるんですけども、まずは、ストーリーの導入部分見ていただきたいと思います。織田に侵入し、皆で生き延びる。その決断は一夜にして白紙に戻り、正幸は再び選択を強いられることとなった。大きく成長した息子たちを前にして、正幸は己の出した答えを語る。不敵に笑う父の言葉は、信幸と幸村にとってまるで理解の及ばぬものであった。沼田を取り戻すぞ。はは、我ら兄弟も存分に働いてみせます。沼田に入ればいずれ北条と事を構えれば必要。では我らは上杉に。いや、それではまさか徳川につくのですか。真田は何者に。この時真田丸、大河ドラマの中でも描かれてましたけど、正幸は上杉についたり北条についたり徳川についたりと、まあ、その自分たちを守るために味方する勢力を次々に変えていった描かれ方をしていましたけども、この戦国無双の中でも同じような描かれ方をしています。姉上。あらあら幸村、どうしました。もののふが下を向いていてはいけませんよ。そうですね、私はもっと泰然としていられるようにならなくては。あの姫様に言われたのかしら。いや、はい。父上のお考えがわからない。それは、はい、父上のお考えには到底及びません。ですから父上のお指図に従い懸命に働くのみで。幸村、安土では私を助けて。これは前回ですね、本能寺の変の後、幼い幸村が私自身は姉この村松を救うためにね、奮戦した前回お届けしたシーンのことですね。できることを精一杯やったおかげで私は命を救われました。姉上、これからもあなたは胸を張ってなすべきことをなせばいいのですよ。はい、ありがとうございます。良い子ですね、幸村は。私こそ話を聞いてあげるぐらいしかできないけれど、いつでもおいでなさい。さあ、ここから本格的にアクションパートに入っていきます。でですね、この天正神護の乱に関して言うと、合戦が5つ連続で起きます。でちょっとそれ全部アクションパートをですね、お見せしていると1時間半ぐらいになってしまうので、今回はですね、アクションパートに関しては、まあ、最初と最後かいつまんで、お届けするっていう形にさせていただきたいと思っています。まずは織田軍との戦いですね。まあ、厳密に言うと織田軍はここで撤退をしていくんですけどね、信長が撃たれた後、この旧武田領甲斐を中心に支配していたのが関東管領滝川一政なんですけど、これがあの北条軍と神流川で激突して負けてしまうんですよね。で、滝川一政、まあ、織田軍は畿内方面へと撤退していくんですが、この時真田勢は沼田城をね、土作さんに紛れて接収したっていうのが、この天正神護の乱、天正神護の乱の、冒頭の部分の話になります。でここでは幸村と信幸がプレイヤブル武将になっています。
で、雪村、青年の雪村なんですけど、今、通常攻撃出してますけど、新速攻撃も含めて、まあいわゆるオーソドックスなライフなので、プレーはすごくしやすいっていうね。で、これが無双奥義ですね。無双奥義は薙ぎ払う感じですね。敵を一掃するような奥義、技になってます。沼田は関東最北の要地、民を休んじるため北条が支配すれば。で、もう一方の信行の方はですね、どちらかというと奥義は特定の武将を攻撃するのに向いている感じですね。敵を薙ぎ払うことももちろんできるんですが、特定の武将だけに攻撃を当て続けることができるような、ちょっとね、今画面に映ってないんですが、そういう奥義技になってるので、すごく敵を打ち取りやすい、そんな無双奥義になってますね。信長公が撃たれればすぐに三上、貴様らにはもののくの誇りというものがないのか。おっしゃる通り、なればこそこの一戦は小細工なしの勝負を。よくやってくれた雪村、これで沼田の守備兵も投降するだろう。はい、ここを基盤に真田は独立を目指す、そういうことなのでしょうか。そうだと思うのだが。やりましたね、沼田を我らの手に取り戻すことができました。安心するのはまだ早い。光助支配を進める北条といかに相対すべきか。北条とことを構えるつもりはないぞ。え？父上、どういうことでしょう。我らは北条につく、すでに心中を申し入れた。お待ちください、父上は真田は何者にも従わぬと。さようです。それに沼田は交通の要、北条に従えば沼田を召し上げられることになりませぬか。沼田はもともと我らが手ずから勝ち取った地、北条などにくれてやる義理はない。しかしそれでは北条の下地に従い、近々上杉を攻めることになろう。二人とも心しておけ。兄上、これは一体。で、一方ここは北条側ですね。父上、真田が心中を申し入れてまいりましたぞ。そうか、分かってくれたか。これで万事うまくいく。正幸も意外と話の分かるやつだ。真田って、あの信玄の懐刀ってやつですよね。そんな玉なんでしょうか、姫様。わからない。頼ってきたものはむやみに疑うべきではないと思うけど。その通り。北条に身を寄せる者は皆家族同然。わしらが守っていってやらねばなりません。さて、犬はどちらか。
ここからまたアクションカードに入っていきます。で今回のですね、この上杉戦なんですけども、ちょっと厄介なのがですね、金継に見つかったら、そこでゲーム終了みたいな形になってまして、金継からいかに逃れつつ目的を達成するかっていうのが、まあ、このステージの攻略のポイントになっていました。で何も考えずにただただ突っ込んでるとすぐ金継に見つかってしまうので、そこだけはね注意が必要かなと思います。まずは上杉に仕えたばかりの春日信達を口説き落とす。死者となる者が単身で乗り込む。あの者は見つからぬよう国境沿いで待機だ。何故小太郎殿が我らと共に。王城が援軍として残してくださったのだ。体のいい見張りだ。よし。王城が動いているとの知らせがあった。私自ら巡殺するといたそう。辺りを警戒しているよ。金粒には近づかないように進みましょう。敗北条件変更。今金粒は真ん中らへんでうろうろしてるところなんですけど、後半になると馬に乗り出してですね、結構速いスピードで広範囲を動き回るので、マップからあまり長時間目を離してアクションの方に集中していると、いつの間にか金継が接近しているということがありました。なので、まあ、マップはね常に見ておく必要があるのかなというのは思いますね。で最後はですね、影勝、金継自ら出陣してきますので、この影勝を倒せばこのステージはクリアって形になるんですけども、影勝がねやっぱり硬かったですね。正幸ほどに雪村の、ね、武器レベルが上がっていないというのはもちろんあるんですけど、それにしてもやっぱり影勝は硬かったんで、まあ、できるだけ無双ゲージを貯めながら、無双ゲージが溜まったら奥義で影勝を攻撃していくっていうのを心がけてクリアしました。ここもね少しだけ残っちゃうんだよね。なのでまた無双ゲージをダメにかかってる、まあ、ただ無双ゲージ、無双奥義で倒さなくても 倒してもあまり手柄に関係がなかったので、ちょっとどっちだったかなと思って無双ゲージダメに入ってしまったんですけど、まあ、この程度の、ね、体力ゲージしか影勝も残ってなければ十分に通常攻撃でも撃破できたかなと思います。これで上杉戦の勝利という形になります。王城もこれ以上は望むまい。ならば次は梅こそは混沌。
次の相手は徳川ですか。徳川家臣をまともに相手するでないぞ、雪村。家康のためなら命を顧みぬアホばかりだ。お言葉ですが、もののふとして城が欲しい。上田城のことですね。は？我らが寄って立つべき城、真田の里は小さすぎるし、沼田でも物足りぬ。上田のあたりで城を築けるといいのだが。その城で我らは何と戦うのですか。さてな。今度は徳川勢との戦いになります。まあ、徳川といえばやっぱり忠勝ですね。忠勝は硬いし攻撃力も高いので、できるだけ無双ゲージを貯めながら無双奥義で倒したいものの、体力を減らしすぎて無双ゲージを貯めるのを効率よくするためにプレイしてると、逆にね、一瞬の隙を突かれてやられてしまうっていうことも過去無双では何度も経験しているので、そのあたりは少し注意をしながらっていう形になりますね。貫き通すわ。でここで初めて早川殿を使いました。みんなの力になりたい。で早川殿に関しては、あの凍らせる系でしたね。凍結させて敵の動きを止めるみたいな、そういう戦い方ができたので、割かし使いやすかったかなという印象があります。全軍進撃。家康を討ち、灰を我らの手に。承知いたした。正面から打ち崩してご覧になりましょう。策もなく力攻めなら、およそ父上らしからのやり方だ。数を揃えただけでは三河武士は阻めぬ。御城の本陣へ向けて突撃せよ。でこの突撃してくる兵を本陣に近づけさせない、入れさせないっていうミッションをここで発動します。でこれが結構長くありましたね。でそうこうしてるうちに時間が経って夜になってしまってというところなんですが、最後はひたすら徳川系の武将を撃破していくっていうパートになります。でこれが早川殿ですね。これが今無双奥義。バドミントンみたいな感じのラケットを使いつつ、なんかラクロスチックな感じでもありみたいな特殊な武器を持ってましたね。かなり使いやすかったですね。でちょっと神速攻撃、今映ってませんでしたけど、神速攻撃もノーマルな感じで使いやすかったです。これで砦を制覇し、この合戦、このステージもクリアということになります。崩れとなりかねん。一旦引き、体勢を立て直すぞ。さすが家康、良い判断だ。さて、真田殿、よくやってくれた。これで我らは正真正銘の家族ぞ。恐れ入る。一層励んでまいります。
徳川方は甲斐まで後退した模様です。もう一押しですね。これで武田の丘陵は全て北条のものに。そうはならん。え、父上。でここで次は徳川に味方するって話になります。北条を攻めるぞ。父上、お待ちください。それは真田は実に厄介な相手よ。北条だけでも手強いものを。真田などに二度と遅れは取りません。必ずや撃退してみせます。侮るな。真田昌幸は並ならぬ武将だ。お言葉です。我らが最善を尽くせば。真田に動きあり。来るか。真田は北条方を攻める構え。どういうことだ。で今度は徳川側について北条攻めのパートになります。この手で守ってみせる。稲も続きます。で稲もね、今回の真田丸では初めて使いました。以前の無双シリーズで稲姫は使ったことがあるんですけど、弓の使い手ですね。これより我らは徳川殿にお味方する。まずは徳川軍と合流するぞ。でまずは信行を使ってます。これが神速攻撃ですね。戦おうとしている。どういうつもりだ。マサユキだ。真田が、これはマナ。でちょっとそのまだ武器レベルとかがデフォルトに近い強さなので、攻撃力がねちょっとないように見えるんですけど、動きは速くて使いやすさという面では弓だと遜色ない感じでした。旗持ち兵の支援で敵は士気旺盛ですな。これが無双。最後もう一度無双業で倒してますね。ちょっとそこで無双儀はもう一度じっくり見てもらいましょう。これが無双儀ですね。許せぬ。父上のご恩情をこうまで裏切るとは。今のなんかその竜巻みたいなトルネードみたいなやつの向きを自分で決められるので、敵の武将に向けて撃つことができるっていう意味では、この特定の武将にね攻撃を集中させることができるので、撃ち取りやすいは撃ち取りやすいですね。のおかげよな、マサユキ殿。恐れ入る。家康殿のお力になれたのなら何より。
正幸殿、お味方痛み入る。何の信濃を託せるのは家康殿のみと見込めばこそ、どうか信濃の国衆をお導きくだされ。過分なお言葉を恐れ入るが、ご信頼には応えられるよう相努めましょうぞ。さて、早速で申し訳ないが、無心したいことがございましてな。ほう、正幸殿のこたびのお働きには何をもって報いればよろしいかな。城を一つ建てていただきたい。城？欲が過ぎては身を滅ぼそうぞ。ただ勝つ上杉への抑えとなる城でございます。上田の地に堅固な城があれば、我ら真田、上杉より徳川殿をお守りする盾となって働けましょう。よかろう、手配いたす。ありがたき幸せに存じます。戦場での寝返りなど、モノノフとしてあまり褒められた行いではないのではありませんか。お言葉ごもっともですが、我らがお味方せねば、徳川殿は窮地に立たされていたのでは。その通りです。だからこそ愉快ではありません。ご無礼を申しました。失礼します。兄上、今の方は確か本田忠勝殿のご息女の。そう、稲殿だ。卑怯な振る舞いだと叱られていた。それは返す言葉もありません。雪村。兄上、我らはこれで上杉も北条も信濃から追い出された。は、はい、それは確かに。それが父上の狙いであったとしたら、次は。おのれ、真田正幸、いくら氏政様がお人よしで普通の人間だからって。これもまた乱世の習いか。ところで甲斐、今何と申した。このままじゃ怒りが収まりません。氏政様、真田に鉄拳制裁を。これでまた真田を攻めても相手の思う壺のような気がする。え、どういうことですか姫様。はっきりしたことは言えないのだけど、こんな時お父様ならどうなさるかしら。父上なら関東の秩序を乱す者は許しておかぬはず。やはり心を鬼にして真田を討伐せねばなりますまい。はい、氏政様、やってやりましょう。ここからもう一度というか、まあ、天正神武の乱最後のアクションパートに入っていきます。沼田城の攻防戦になりますね。でここも信行と、あとは、雪村でのプレーになります。兄上がいれば心強い。
まあ、ここはシーンとしては、北条に沼田を攻められているっていうねシチュエーションになってますんで、真田側としては沼田城の防衛戦という形になりますね。で最後はこれ早川殿を討ち取るというシーンですね。まあ、さっきまで操作してた武将ではあるんですけど、ここは敵味方が入れ替わる戦略の習いっていう感じですね。こんな感じで攻撃がとても当てやすいのが信行の無双法。最後は早川殿を討ち取ります。これで北条は沼田を諦めてくれるでしょうか。だといいのだがな。父上、家康様は何と？北条と和睦したそうだ。徳川と北条が？さもあろう。家康は西からの秀吉の脅威を恐れておる。北条などにいつまでも構っていたくはあるまい。羽柴秀吉殿、明智光秀殿、柴田勝家殿を破り、信長公の後継として力を伸ばしているお方ですね。北条もまた我らに敗れ、これ以上の泥仕合はごめん被りたいのであろうよ。ならばこの地での戦は収まったということなのでしょうか。そうは参らぬ。家康め、和睦の条件として勝手に沼田を北条に譲り渡しおった。沼田を？それは北条はよほど沼田が欲しいと見える。家康は開地を用意する。まあ、この紆余曲折があって最終的には正行は上杉を頼り、最終的には秀吉の三家に加わるっていうのがね、史実の動きになる部分になります。いわば主命では。というわけで今回天正神武の乱を一緒に見ていただきました。いかがでしたでしょうか。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。